今日午後3時14分に最大瞬間風速18メートルを観測した愛知県豊橋市。豊橋市の海沿いでは風が強く、三河湾を見ますと白波が立ち、荒々しい様子がうかがえます。そのため堤防を歩いていた男性は、今男性が傘を閉じました。傘が差せない状態になってしまったので、風が強くてもう骨がきしむぐらい風が強かったのでやめました。愛知県内では今朝6時50分に知多地域や西三河南部、東三河南部で暴風警報が発表。豊橋駅前でも風を避けて歩く人や自転車が倒れる様子が。ちょっと普通の強さとは違うね。台風みたいなのに近いような感じですよね。物も飛ばされそうで、まず寒いし、車に入るときにドアを持って帰っちゃう。それを抑えるのが大変です。ちょっと腰にきてる。また午前9時42分に最大瞬間風速 23.7 メートルを観測した三重県津市。 JR の特急南紀と快速三重の一部列車が運休しているほか、紀勢線や名松線などで遅れが出ています。また津市と中部国際空港の会場を結ぶ津エアポートラインも一部の便で欠航。そして強風のため高速道路もご覧の区間で通行止めとなっています。さらに午後2時ごろ、愛知県豊川市では一気に冬景色、一時氷が降り辺りは一面真っ白に。